初めての公園？コロちゃん、ここ、ここ、ここはどこ？金木犀の下を元気に散歩しているコロちゃん11歳。こんにちは、ありがとう、さよなら、また会いましょう。コロちゃんが上機嫌に歌っているのは私んちの初代主題歌の金木犀のさらばですね。機嫌がいいのかと思ったら、なんだかコロちゃんがムスッとしています。だって遊具がある公園に一回も連れてってもらったことねえんだもん。どうやらコロちゃんは遊具がある公園に行ってみたいようですね。柿がたくさんなっているので、今日はお弁当を作って遊具がある公園に行ってみたいと思います。チャンネル登録してね。まずはバター風味のカレーピラフを作ります。内釜に洗った米とコンソメ小さじ2を入れて、2合の目盛りまで水を入れてよく混ぜます。玉ねぎはみじん切り、ソーセージは輪切りにして投入します。米の状態や炊飯器によって差があるので、水の量は好みで調節してください。そこにミックスベジタブル 50g を入れます。カレールー2かけを半分にカットして上に乗せて通常の炊飯をしていきます。今日のおかずのメインは煮込まない角煮です。豚バラ肉薄切りを用意し、豚肉をくるくると巻いて形を整えていきます。薄切りのお肉なので長時間煮込む必要もありません。包丁も使わないのでお子さんと一緒に作ることができます。全体に塩とブラックペッパーを振り、片栗粉をまぶします。角煮を作るとなると豚バラブロック肉を使うので結構お値段がするんですけど、これは家計にも優しいです。続いてフライパンを中火で熱します。間違えて油を入れてしまったんですけど、肉から油が出るので油なしで OK だそうです。豚肉の巻き終わりを下にして2分ほど焼いていきます。その間にタレを作っていきます。砂糖大さじ1、醤油大さじ2、みりん大さじ1、にんにくチューブ2センチ、生姜チューブ4センチを入れてよくかき混ぜます。片面に焼き色がついたら裏返し2分ほど焼いていきます。反対側の面も焼き色がついたら蓋をして弱火にし、4、5分焼いて中まで火を通します。一旦火を止めてキッチンペーパーで余分な油を拭き取ります。肉を奥に寄せ、手前にタレを入れます。中火で熱し、肉全体に煮絡めて完成です。今回は卵焼きではなくゆで卵を持っていきたいと思います。ゆで卵を作る際は楽天で購入したゆで卵メーカーを使うのが便利です。最初に卵に穴を開けておくと殻が剥きやすくなるみたいです。穴を開ける機械は100均で手に入ります。電子レンジで調理するのでわざわざお湯を沸かす必要がないので楽ちんですね。コメントで冷水に浸すとゆで卵が剥きやすくなると教えてもらったので、実際に試したら1個あたり1分ぐらいで剥けました。電子レンジで加熱する時間によってゆで卵の硬さも調整することができます。程よい半熟加減にできました。最後にお弁当箱に詰めていきたいと思います。緑が全然なかったのでブロッコリーを茹でました。立花さんは昔は野菜嫌いでしたので、お弁当を学校に持っていくってなると大体茶色でしたね。なんちゃって豚の角煮弁当の完成です。ご飯が炊き上がったようなので最後にバターを1つ入れます。カレールーが全体に馴染むようにしっかり混ぜてください。カレールーを使って作るのでとっても簡単でしたね。あっちー、あっちあっちあっそれではコロちゃんと一緒に初めての公園に行きたいと思います。2週連続でお出かけなんてありえない、どうせ病院でしょといった表情ですね。コロちゃんは遊具がある公園に1回も行ったことがなくて、行くのは今回が初めてです。ドライブボックスを買うまではそもそもあんまりコロちゃんのことをお出かけに連れてったことがありません。車での移動がドライブボックスを買うまではすごい落ち着きがなかったんですけど、やっぱり外の景色が見れると安心するのか、おとなしいですね。
ドライブボックスも私が最近買ってよかったペットグッズに殿堂入りしました。そしてついにコロちゃんが初めての公園に上陸しました。初めて見る土地に足取りがウキウキしていますね。到着早々ウレションをしていました。新しい土地なのでお約束の爆弾を投下してましたね。しっかりと回収していきます。朝の散歩でうんちはしてきたんですけど、新しいところに連れてってもらうと興奮しちゃうんですかね。公園内の草木の匂いを嗅いでいますね。どんな匂いがするんでしょうかね。それではコロちゃんと公園内に侵入していきたいと思います。入り口が段差ではなかったのでコロちゃんでも入りやすいですね。ワクワクしながら前に進んでいきます。田舎の公園あるあるなんですけど、提灯が落ちてますね。草がちょっと生えてしまっているんですけど、結構綺麗な公園ですね。市の整備が間に合ってねえな。今は除草が間に合っておらず放置された公園も多いですからね。そしてコロちゃんが生きてきて初めての遊具との対面です。初めて見る遊具の匂いを嗅いでいましたね。まだ何かは分かっていないようです。コロちゃんでも遊べそうな遊具がありました。急に景色が変わってコロちゃんもびっくりしてますね。ここはどこ？とキョロキョロしています。ここはどこ？宇宙、私中央線乗り越して気づいた明日は始業式。コロちゃんが歌ってるのは相対性理論のラブズッキュンじゃないですか。私はがっつり世代なんですけど、知ってる人いますかね。続いて滑り台でコロちゃんと記念撮影をしたいと思います。コロちゃんの苦手なことなんですけど、実は抱っこが苦手なんですよね。普段も暴れちゃって暴れちゃって、なかなか抱っこさせてくれません。今日も病院の診察台に乗せられる時並みに暴れていました。息がいいですね。続いて公園内をぐるっと散歩していきたいと思います。ちゃんとコンクリートで整備されていて歩きやすい公園ですね。コロちゃんも新鮮な場所での散歩でとても楽しそうですね。他にワンちゃんとかいませんでした。続いて立花さんが滑り台を滑っていったんですけど、コロちゃんが自分に突撃してくるかと思ってびっくりしてましたね。ブランコをしていたら、これもコロちゃんが避けててとっても可愛かったです。立花さんは小さい頃からブランコがあんまり得意じゃなくて、全然うまく漕げなくて、小さい頃は誰かに押してもらっていました。よくよく考えたら、平日の昼間に23歳がブランコを漕いでいて、それを母親に撮影してもらっているというとんでもない状況ですね。それからコロちゃんと一緒に公園内を走り回りました。芝生だとやっぱり足への負担も少ないですね。他に誰もいないので貸し切りのドッグラン状態になっています。他のワンちゃんのことを気にしなくて済むので、これはこれでいいですね。フリスビーを持ってきたので、遠くに投げて取りに行ってもらおうと思ったら素通りされました。9月が終わってついに10月に入ってしまったわけなんですけど、皆さんは9月はどうでしたか？個人的に9月はコラボ動画が印象的でしたね。人生初のコラボ動画の撮影だったんで緊張したんですけど、結構動画の評判も良くて良かったですね。やっぱり私が新しいことに挑戦すると怒っちゃう人もいるんですよね。私が自分で考えた企画もマネージャーさんが考えたんですかってブチ切れられたり、人生で何かしらの決断をし、そこから前向きに頑張っていこうとすると間違いなく足を引っ張る人間が登場します。身近な例だと、仕事を辞めるときに止めてくるような人たちですね。実は自分の人生で足を引っ張る人が出てきた場合、それは人生がめちゃくちゃ順調に進んでいるということです。人生がそこまで順調に進んでいない時というのは、基本的には足を引っ張られることはほとんどありません。よく聞く言葉ですが、現状維持は衰退だと言いますよね。足を引っ張りたいということは、自分自身はその場に留まり、次のステージに上がろうとしている人の裾を掴んで上に行かないでよと言ってるような感じです。これは否定的なことばかり言ったり、相手の上げ足を取って会話をする人も同じ心理ですね。それからもう一つの足を引っ張る理由は、シンプルに嫉妬です。嫉妬心が強くなると、それが結果的に言葉となり、人の足を引っ張る原因にもつながります。そんな足を引っ張ってくる人の対処法は、同じ土俵に立たないということです。これは相手を見下すとか、そういう次元ではなくて、そもそも視界に入っていないようなイメージで過ごすということです。自分が目指す理想の世界に向かう時には、勝ってはいけない喧嘩もたくさんあります。同じ土俵に立った時点で、自分がその相手と同じレベルに下がってしまいます。
そして土俵が違う相手に対しては基本的には自分の話を相手にする必要はありません。たとえ新しいことに挑戦してバカにされたとしても、その道をどんどん突き進んでいけば否定してくる人の存在はいなくなりますし、いても気にならなくなります。出る杭は打たれますが、出過ぎた杭は打たれません。自分を変えたいと思うなら突き抜けて出過ぎた杭になることが大事です。例えばそれが犯罪や復讐をするために出過ぎた杭になってしまっては意味がありません。全体や周りの人のことを考えた上での出過ぎた杭になるのが本物の出過ぎた杭です。例えばあなたが会社を辞めて起業をしようとしたら、必ず足を引っ張ってくる人が出てきます。そういう人たちが出てくるということは、あなたの人生が順調に進んでいるということです。足を引っ張ってくる人たちに引き下ろされてしまわないよう、自分の人生をいい方向に導いてみてください。足を引っ張ってくる人たちって最終的にいなくなんだかな。お弁当だけじゃ足りなかったので、帰ったらカップヌードルのスーパー合体シリーズを食べました。カレーピラフを食べたのに、なんでカレー味を選んだのか自分でも分かりません。蓋を開けるとチーズカレーのいい匂いがしてきました。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、何これ、コクがあって美味しいんです。この間食べたシープヌードルと比べると相性がバッチリですね。コロちゃんも初めての公園を楽しんでくれたでしょうか。家の近くに公園がねえから新鮮だったな。コロちゃんの初めてシリーズは結構好評なので、コロちゃんに無理のない範囲内で新しい世界をいろいろ見せてあげたいですね。次はどんなところにお出かけしようか考えるだけでワクワクします。はい、コロちゃん、またお出かけしたかったらお手、はい、できたー。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はコロちゃんを初めての公園に連れて行ってみました。遊具とコロちゃんはなかなか新鮮でしたね。次はコロちゃんにどんな初めてのことをさせてあげたいですか、お父さん。ん？お父さん？お父さんはコロに畑仕事手伝ってもらっちゃおうかな。